群馬県道10号前橋安中富岡線は、群馬県前橋七代田町から安中市板花地区を経て、富岡市の国道254号までを結ぶ県道である。板花里強化交差点付近の様子起点を前橋市、終点を富岡市、重要な経過地を安中市とする、1994年4月に群馬県より認定を受けた県道の路線である。 通称は、安中線。古くからの街道が、県道指定されたもので、府県道指定を行った1920年4月1日付、群馬県国時代89号において、前橋安中間については、前橋安中線の名で、前橋市より、群馬郡元総社村長野村薄井群や渡村、板花町を普天群安中町に立ちする路線、安中富岡間については、 板花富岡線の名で、薄い郡板花町より、北神奈郡小野村をふて郡富岡町に立ちする路線の指定を確認できる。車線数は、起点から前橋市元総社町間が4車線である他割、車線となっている。起点から安中島では、拠点間を直接結ぶ、ほぼ唯一の幹線道路で、地元の生活道路のみならず、高崎市中心部を迂回して、 前橋市の国道17号と安中市の国道18号を結ぶ短絡路,路としても機能しているため、交通量は多い。古い時代の街道を多く踏襲しているため、特に高崎市北部で集落内を経営する区間が多く、過労うで対抗に車線と歩道を確保しているが、拡幅の余地に乏しい。またそのルート上、春名山南独地域から、 高崎市方面へと収束する多数の道路、河川と直行し、少なからぬ交差点が存在するが、交差点周囲が厚い所で古くからの集落となっている。安中市から富岡市にかけての区間は、安中市、高崎市、前橋市などの諸都市と富岡市中心部を結ぶ重要な幹線道路であるが、2車線で山越えのカーブの多い区間を抱えており、やはり渋滞対策や、 通行時間短縮が課題になっている。いずれの区間も渋滞しがちな本領線のバイパス路線として、群馬県西部を環状に結ぶ、西網広域幹線道路の整備が進められている。現在のところ、前橋市の起点マイナス高支部バイパス区間、それに、末端区間である、富岡市場、高尾富岡市富岡が開通している。内関越自動車道、 速道マイナス高支部バイパス区間は、群馬県道127号属門前橋線のバイパスとして開通している。ありがとうございます。